大木地影は、日本の女優、政治家。本名、林博子。旧姓、木村。兵庫県神戸市出身。参議院議員、科学技術政務次官、保守党党首、運輸大臣、建設大臣、北海道開発庁長官、国土庁長官、国土,国土交通大臣、参議院議長などを歴任した。安国神社数計法参会会長、以下。 称号は朝日大受賞、東華大受賞、大韓民国修行勲章高科賞、台湾一等形成勲章、フランス共和国防除令ワイン委員会、フランス食品振興会認定、コンパニオン流防除令騎士。夫である四代目、坂田東十郎との間に、歌舞伎役者の長男、四代目、中村元次郎、次男、三代目、中村千略がいる。夫の妹は、 女優の中村玉緒である。兵庫県神戸市須磨区に、銀行員の父、木村松太郎、母、ミサの三女として生まれる。兵庫県立神戸高等学校卒業後、大学進学を望んでいたが、父親の強い希望により大学進学を諦める。その代わりに友人が勝手に願書を送付したために、父親への反発もあったことから、受験して合格した宝塚音楽学,学校に、 進学する。宝塚歌劇団入団時の成績は51人中4位だった。宝塚歌劇団41期生。1954年4月に春の踊りで初舞台を踏む。同期生に内江る武蔵野博美、白菊八代、日夏優里らがいる。宝塚歌劇団の意向により、八千草香ると共に新設された映画戦火に編入する。 宝塚歌劇団在団中の同年10月に、宝塚映画、解決高がいい一変高梁風雲の巻で、映画デビューを果たす。以降もテレビドラマや映画に出演し、1956年には、よぎりの女で、春日野の八千代の相手役として、盲目の少女ジェニーを演じ、新人演劇賞を受賞した。1957年5月31日付で、歌舞伎役者の二代目、 中村千弱との結婚のため対談。1958年に結婚し、しばらく芸能活動から遠ざかった。しかし、知人の勧めにより日本教育テレビ制作の単発テレビドラマ、君は今何を見つめているに出演。この作品で第14回文部省芸術祭個人奨励賞を受賞し、再デビューする。芸能界に復帰してからは、映画や、 テレビドラマなどに多数出演し、1965年の連続テレビ小説、玉浦や1968年の大奥、花はチルランなどに出演した。富士テレビの主婦向けワイドショー、三次のあなたで司会を4年間担当した。ほか、富士フィルムの8ミリカメラの CM で、私にも映せますのフレーズが人気を集めたことも有名である。 これまでに出演した映画は53作品に上る。自由民主党総裁、福田夫や幹事長、大平正義らの要請を受け、1977年7月、第11回参議院議員通常選挙に自由、民主党公認候補として、全国区から立候補し初当選する。当時は、タレント候補の一人と評された。自民党内では、当初、 福田率いる政和会に属した。1989年の第15回参議院議員通常選挙では、時点で落選したが、1993年に山岡健次が第40回衆議院議員、総選挙出馬に伴い児童失職したため、繰り上げ当選。1994年に自民党を離党して、新政党に入党し、同年12月10日の新進党決闘に参加する。 1995年、新進党開党後は、小沢一郎を率いる自由党決闘に参画し、自由党が自民党と連立を組んだことで、再び与党議員となった。2000年4月、与党連立政権を離脱した小沢らと田本は勝ち、海部都市記屋野田武史、二階都市広ら25名の議員と共に保守党を結成して、初代党首に就任する。第二次、 森改造内閣では、建設大臣建国土町長官として初入閣する。中央省庁再編に備えて、運輸大臣、北海道開発町長官も兼務した。建設行政のイメージアップ策、編集、三宅島噴火への対処、編集運輸大臣、建設大臣時代の扇義の仕事の一つには、2000年6月末から噴火して、 段階的に拡大していった三宅島の全島民避難の指揮が含まれる。公共工事入札、契約的成果法の立法、編集後年、建設業界市の対談で語ったところによれば、扇は建設畑は未知で国会に設置されている建設委員会の委員経験もなかった。しかし、森から与えられた機会を活かし、せめて持論の一閣僚一仕事程度は、 全うしようと考えた。当時、扇書にかけていたのは、職員の指揮が停滞しており、世間ではマスコミの報道によって、公共工事イコール、悪という認識が大手を振っていたように見えたことで、あった。事実、扇自身も、自らの起用理由が第一次橋本内閣で、建設大臣の地位にあった、中尾栄一の汚食事件に起因することは意識していた。 これらの問題を解決するため、扇は汚職の原因である入札制度について世界中の事例を調査するように命じた。フランス、ドイツ、イタリアで施行されている公共工事基本法を参考とし、公共工事の入札の透明化を図るため、公共工事入札契約適正化法を作成することを課題とした。法案提出にあたっての問題は、公共工事の所管が 各省庁に分散しており、調整作業を通常の観光で実施した場合に5年はかかると見込まれたことであった。そこで、大木は総理の森に直訴したところ、森は、大木君が建設大臣として公共工事の基本法を作ろうとしているから、関係の省庁は挙げて協力するようにと、閣議で指示した。その結果、法案提出は3ヶ月で達成され、同法は、 成立に至った。国土交通省の看板、扇が記号した。中央省庁再編に伴い、第二次森改造内閣が発足すると、そのまま初代国土交通大臣に就任した。初代国土交通大臣としての初会見では、自らを扇のようであると発言した。首都圏の空港問題に絡めて羽田空港に地理的利便性があることを理由に、 首都圏空港の国内線は、羽田、国際線は、成田という原則を崩して、羽田の国内、国際共養を匂わせる発言をしたが、この発言に、成田空港の地位低下を危惧した千葉県が反発した。引き続き、第一次、小泉内閣から第一次小泉第一次、改造内閣まで国土交通大臣を務める。この間、 第19回参議院議員通常選挙で史上初の非公則名簿式比例代表で再選したが、保守党の当選者が扇のみであったことの責任を取り、2001年9月17日、保守党党首の座を野田武氏に譲った。鹿児島線列車追突事故では、停止信号下での列車進入を許容する無閉塞運転存続にこだわる鉄道局に強い指導性を発揮し、 通信手段確保により、列車指令の許可のない無閉塞運転の禁止を決めさせている。日本共産党衆議院議員、瀬古幸子の質問通告を受けて、JR 九州、JR 西日本、JR 東海を本位させ、同種の事故を繰り返させた省庁としての監督責任追求質問を交わしたが、国会質問を返して、奥義、瀬古とも自分の専門ではない技術分野に、 具体的に踏み込んで、省庁側見解を改めさせた珍しい例である。九州南西海域工作船事件では、海上保安庁所管大臣として、海上警備行動の許可、不審船との攻防の動画の公開、船体の引き上げと公開をした。保守党の回答により、保守新党が結成されると、党参議院議員会長に就任し、2003年11月21日に、 保守新党が回答されると、自民党総裁、小泉純一郎と幹事長、安倍晋三の誘いで9年7ヶ月ぶりに自民党に復党する。2004年7月30日、第26代参議院議長に選出された。女性が参議院議長に就くのは、県政史上初めてで、衆参両院でも、第68代衆議院議長、土井隆子に次二人目だった。 2007年5月、次期参院選への不出馬と、政界からの引退を表明する。引退後は、夫と二人で、ご助新婚生活をしてみたいと語った。引退後の2014年、古巣である、宝塚歌劇団の創立100周年記念で、創設された、宝塚歌劇の伝道最初の100人の一人として、伝道入りを果たす。宝塚大劇場内にある伝道には、 大義の国土交通大臣時代のプレートが収蔵されている。現在、公益財団法人日本尊厳司協会顧問を務めている。国会議員は日本国民の代表として国会で立法に参画して行政に物申す立場であり、行政機関の一員ではないため、通名使用が認められている。しかし、国務大臣、政務次官などに任ぜられた場合は、 議員としての立場とは別に国の行政機関の一員として公文書を発し,し、時に国務大臣などの肩書きで日本国民の権利、義務、許認可を左右することがあるため説明責任明確化の観点から芸名の使用は認められていない。このため立法府の長である参議院議長としては公式にも芸名の扇義地陰が用いられ、 国土交通大臣などの行政官としても、記者会見、ウェブサイトテレビ出演などの政府広報のような、権力の行使が直接伴わない場面では、芸名が用いられたが、国務大臣任命の喚起、国務大臣名義の公文書などの発出、署名など、権力、権限に関連する部分では、すべて本名、林博子が用いられた。閣議高等了解7月4日付は、 次の通りである。建設大臣、国土庁長官である、大木影国務大臣の名前については、今後、政府代表等への任命行為及び許可等、対外的な法律上の行為については、林博子名を使用し、それ以外は、大木影名を使用することとする。1948年9月8日に発生した。 追突事故を報じる神戸新聞1948年9月8日、阪急春日の道駅付近で発生した電車追突事故に巻き込まれ、肩の骨を複雑骨折して入院した。この際、見舞いに訪れた阪急の責任者、中田大蔵が、扇の父に娘さんを宝塚歌劇団に預けてみませんかと打診したところ、扇の父は激怒したという。ただし、この事故が、 大の宝塚歌劇団入団のきっかけになったとする文献もある。保守党が2001年の第19回参議院議員通常選挙用に制作したテレビコマーシャル保守ピタル編では国政を治療するというコンセプトで看護師にコスプレして登場した。コマーシャルの撮影は国会議事堂内で行われた。最後に 巨大な注射器のイミテーションを抱えた扇がアップになり、私にも直せますと決め台詞を発するカットがあるが、この部分は常実の8ミリカメラのコマーシャルのパロディである。国土交通大臣時代に東京外環自動車道の予定地を視察し、そこで建設反対の看板を持って座り込んでいた子供たちに都心に用のない車はよそを走ってほしいと思う人と呼びかけた。 子供たちは素直に応じてしまい、保護者は子供たちは自発的に来ているのですとあり得もしない説明をしながらも大慌てだったとされる。宝塚歌劇団時代、編集宝塚歌劇団対談後、編集2008年4月の日本経済新聞長官最終面に毎日掲載された私の履歴書をまとめたもの。ありがとうございます。